学生、二人ともが大学生っていう状態で、はいはい、ニエチに来ていただくのは初めてなんですよ。うん、あ、そうか。そうなんですよ。ギリ違ったんですよね。ギリまだ大学にもうすぐ入るぞっていう時だったんだと思いますね。はい、もうね、今期も始まりました。はい、そうだよ、うん。大学生っぽくなりました？なりました？なりました。ちょっと僕にはお見受けできないんですけど、まだ。だってこの私が、もうフルタンとか言う、ね。フルタンらしいじゃないですか、あなた。私もフルタンです。ずっと。ずっとフルタンなんですよ。説明しよう、フルタンとは。なんだろう。単位を。単位を、あの、と、履修した単位を全部取る。うんうん、落とさず取るやつです。すごくない？すごいですよね。すごいですよね。お互いフルタンがどれくらい大変なのかも分かってるから、お互いのものすごいと思うよね。やっと理解者が出てくれたと思って、フルタンの、そうすっごい嬉しくて、なんか課題とかも、うん、やっぱり今まで高校生と大学生ズレが1ヶ月ぐらい生じてたんで、ゆいちゃんが苦しんでる時は私はまだふぅふぅふぅみたいな。ふぅふぅふぅ、分かる分かる。ふぅふぅふぅ。で、私が苦しんでる時は、ふぅ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 。だったわけだ。それが一緒に、そう、苦しんでるから辛いよね、みたいな。じゃあ、じゃあ、両方一緒に、はぁーで、そういうことで、両方一緒にフェペペが、フェペペ。そうそうそう。二人でフェペペできるの。ダブルフェペペができるようになったんだね。これは嬉しい。一緒の時にね。そうなんです。そう、だから、まあ、大学生としてはケンさんがもう先輩になるので、そうですよね。私は結構、知る子じゃなんか、これ大変なのとか、レポート何千字ってどんぐらい大変とか、そういうのをすごい聞けて、めっちゃ助かってます。何を教えてあげてるんですか？え、今言ったこと全部。おかえりです。おかえり。具体的なやつです。大学生としても。何かな、あ、入学するときとか。入学するときの話か。話入学するときの話じゃなくて、大学生活の話ですよ。変じゃないですか、それ。じゃあ、やっぱゆいちゃんが言ってたくるの以上でしたか。ゆいちゃんがもう全部言っちゃう。割と以上かもね。じゃあ、そんなにはあんまり教えてもらってないですね。でも入学前にすごいもう知っちゃってたから、私結構入っても知ってることだらけで。そうなんだ。お姉さんが先輩がいてくれるから。そうそう。そうなんです。慣れました？慣れましたね。でもやっぱ夏休みあったんで、最近は結局朝、朝早く起きなきゃいけないじゃないですか。それですごい眠くて。そうか。だから余計多分よだれも。余計多分よだれ。よだれも言わせた方がいいじゃないですか。そんな感じで。あれかおちゃん何年生なんやったっけ？私3年の後期です、今。3年、あれ3年ってことは、ゼミ。ゼミやってますよ。ゼミだ。はい。ゼミ決めっつってたもんね。そうなんです。ゼミ決めして。うわ、似合わない。でしょ？そうなんですよ。第一志望のとこじゃないとこになったんですけど、それはでもそれなりに、やっぱり楽しかったりとか、まあ新しいところに挑戦できたりとかして、結構まあ入ってよかったなって。でももう、次はゼミ決めの後はもう卒論やってるんで。卒論、とうとうもう卒論派の人間？そうなんですよ、もう。いいな。声優のお先輩方に、卒論どうでしたってずっと聞き回って、あの、今までの授業はそんなに大変と思ってなかったけど、卒論だけは大変だったみたいなことを聞くんで、すごい大変だ。大変ですよね、卒論でも俺書いてないけども。卒業してないんで。いや、そうそうそうなんですよ。ゆうちゃんはね、前に来てくれた時に、その学校でのお友達ができたぞ。そうなんですよ。団子。